あの人の現在。若村麻由美、現在が綺麗すぎると話題に。女優の若村麻由美さんは何歳なんだろうか。結構いい年齢だと思うんですが、現在もすごく綺麗ですよね。今も綺麗なんだから、若い頃は今よりもさぞ綺麗だったのかな。現在が綺麗すぎる？現在が綺麗すぎると言われている若村麻由美さん、2021年で54歳ですからね。それでこの美貌はすごいですよね。で、今が綺麗なら気になるのが若い頃の若村麻由美さんです。ということで、若い頃からの画像とともに振り返ってみましょう。めちゃくちゃ綺麗ですよね。っていうか、今も変わらないぐらいの感じです。そしてこちらがフジテレビのドラマ白い巨塔です。私もこのドラマ見てましたが、綺麗な人だなって思ってたのを覚えています。また若村さんは和服がとても似合いますよね。さすが日舞の名取だけあります。また現在も続いている科捜研の女にも出演していますよね。最初は2008年ってことで、もう13年も続いている人気のドラマです。本当に綺麗で、今でも変わってないのがすごいですよね。その綺麗の秘密ですが、若村さんは朝軽いストレッチを30分ほど毎日しています。軽いストレッチをしてから起きるということ。朝食はフルーツと野菜のオリジナルジュースを飲まれているそうですよ。野菜は季節の野菜をいろいろと使っているということ。朝食は抜かずに、忙しい時でも青汁、豆乳シリアルなどで栄養面もしっかりとっているそうで、そういう努力をしてるからこそ現在も美しいんでしょうね。また飲み物の順番にもこだわっていて、水、温かい青汁、ホットミルクティーという順番ということ。そして気になる肌のお手入れですが、こちらは普段仕事がない日はノーメイク、化粧水などは無香料で、肌に刺激のあまりないものを使っているということ。またお風呂も大好きで、仕事が休みの時は1日に3回も入浴。入浴はやっぱり肌にいいのかな。いろいろと努力をしているのが分かりますよね。今何してる？若村麻由美さんの現在は何をしているのでしょうか。まあ普通に芸能活動をしていて、女優として活躍しているというのが現状ですね。2003年9月に結婚して、その後旦那さんが亡くなり死別。交際10年で結婚したんですが、結婚生活は長くなかったようですね。そして子供もいませんし、旦那さんの宗教団体の土地なども引き継ぐことはしなかったということ。遺産を放棄したってことですからね。まあ生前から旦那さんは莫大な借金を抱えていたってことですので、それが原因だと言われています。宗教団体も解散していて、若村さんが後を継いでもいません。現在は芸能活動を活発的に行っていますね。テレビドラマや映画はもちろん、舞台や映画の吹き替え、バラエティ番組に出演するってことでマルチに活動していますね。今だと NHK 連続テレビ小説のおちょやんにも出演していますよね。これからもたくさんのドラマや映画に出演して、その美貌を見せてほしいですね。いつまでも変わらず素敵な姿を見せてくれるでしょう。応援しています。